生はぐっすり寝てます。生はね、乗り物をずっと乗ろうって乗ろうって抱っこしても嫌がって、これ乗りたい乗りたい。で、足吸って怪我しないように巻いてる紐でくくります。で、歩かそうと思ってこれ紐を外したら、あの紐をしてくれしてくれ、やっぱり自分でこれ止めてくくったら落ち着くって分かってるんですね。うん、なんかそれが自分のルーティンみたいな感じで、自分で紐紐紐ってクレーンしました。今気持ちよく落ち着いて寝てるから、本人にとっては一番落ち着く状態です。せいちゃんちょっと寝てます。で、首がしんどそうなんで、あのこうね、立てかけてます。危ないように思うかもしれないんですけど、実はタイヤをロックするとそれ以上滑れなくって、で、まあ念には念をで、それ以上倒れてもう時のことを考えて誰かが押したり、ソファーのところで、で、もちろん横で見張っています。まあ、遊園地の方に行きたいと思います。最後行ってください。お母さん、クラスタシに行こうぜ。何言うと、何が行こうぜ。お母さんが行こう。ダセ、ダセ。なんでええわ、なんで知っとんねん。なんでタイミングバッチリやねん。せーの、合体と一緒やん。すごいな。何の打ち合わせ。頑張りたい。えい、ファー。なんでぴったりやねん。家でやったことないやんけ。なんでぴったりやねん。どこでもないのに。何があるぞ。どっから声出してるんだ。どっから声出してるんだ。こうやって水槽があって、さすが水族館と思って見たら、なんか中にね、パンダがいます。パンダ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 。いや、もう溺れてるやん。むしろこれ水入ってるからね。水入ってるからね。それができます。今餌つけて中に水あげような。そーっと入れて、そーっと、はい、構え。もうちょっと、もうちょっと離していいよ。うまい、うまい、うまい、うまい。ゆっくりしても食べられない。早くしたら、ゆっくり食べられない。炙って構えて、ぐっと引っ張ります。左右に、はい、はい、はい。もう食べた、食べた、食べた。どこ、どこ、食べた、食べた。食べたいな。次じゃ、エビ、もう一回やろうね。お顔触らんようにな。マスク取ってる時はやっぱり、ね、屋外というと人がいないから離れたところで。熱中症対策で影を狙って離れてます。もうね、15メートル以上離れてます。で、風通しがいいとこでやってます。パンちゃん、あんどこ、はい、入るよ、入るよ、はい、はい、待って、順番、せーも上げるから、はい、あ、なんじゃん、よし、よし、し、いいよ、はい、でね、やっぱりコーンとか直接も出すと、そのね、低温アンバルコール消毒してるって言っても、そのあんまり良くないんで、そこは顔触ったりとかあるんで、まあ、スプーンで基本あげます。はい、はい、美味しい、にゃんちゃん、美味しい、いいよ、なお、なお、せーの、いいよ、なお、なお、なんもない。なんもないんかい。なんもない。ペンギン見て、顔を見てみよう。はい、動画やから。動画やから。弱っ。はい。はい、パパ。パパが泳いでるよ。パパが焼いてるよ。はい、はい、中行けて。おもちゃ王国来たよ。おもちゃ王国やっと。なんかおもちゃ王国がメインで、ついでに水族館ね、寄っただけなんですよ。あさってに名古屋港水族館行こうと思ってたんで、ついでやったけど、このついでの水族館で遊びすぎた。こっちちゃうね、こっちやね。ここ来ました。もうすごい。兵庫県のね、東条湖のおもちゃ王国はいつも人溢れ返ってるからあれなんですけど、
全然いないんで、これやったら屋内で遊んでも顔とか触らずにアルコール消毒やって途中で何回かして最後もしたら大丈夫かなと。いや無理やったらもう帰ると思ったんですけど、人いなかったらね全然中で顔触らずにな遊べるな。よっしゃ。室内で遊んでます。リオな、リオこれしとってんな。リオが赤ちゃんのしててで、しんちゃんがさっきちっちゃいブロックして、なおはなお世界地図モコモコでやってる。しんちゃん世界地図なあ、なあしんちゃん日本地図今やってるな。さっきしんちゃんでもあのちっちゃいのしとったな。なおが一番高学年のやってるの。なんでやねん、ずっとやってるやん。これモコモコと、これはどこの国かな。どうしてんの？どうしてんの？母ちゃん全然簡単やん。それはウクライナやから有名なものは、いやなんでやねん。どここれ、どここれ、モザンビーク聞いたことないけど。あ、リオ、あ、リオ何してんの？おりょうしょしょしょ、うわ、はいで、はい、シンリオ何してんの、何してんの、遊んでんの、もう見たら分かるけど体勢おかしいよ。お、お尻、お尻バッカーなってるよ。お尻バッカーこの子、お尻バッカーなってるよ。もう一回乗ったりと、もう転がってますごめんね、いってらっしゃはい、ホテルに来てます。なんか乾燥して声がガスガス、プロレスラーみたいで、もちろんうちはこういうワイスタイプ、必死にワイスタイプ探しました。
もちろんせいちゃんがいっぱい触ったり飛んだりするんで、はい、床のもん落ちて食べたり食べるのもしちゃうから、どうしても4人見てると見れないんで、なお的にも自由に動き回れる方がいいので、ちょっと綺麗な和室タイプを楽しみました。そしたらせいはね、電気をつけたり消したりを楽しんで、で鏡を見て踊ってるのかピンピンしてるのか。お願いしてね、バイバイ。お願い誰にすんねん。スパー。味方しよう。せーの、合体。なんやねんそれ。なんやねんそれ。せーの合体ってなんやねん。おもちゃ大好き。遊ぶの大好き。みんなで。ここぐじっとして。チャンネル登録よろしくねー。